老子の時間です。おはようございます。おはようございます。紹介させていただく本はこちら、トルストイ監修の老子道徳経と、はい、こちらドリアン助川さんのバカボンのパパと読む老子、はい、こちらからですね、うん、今日は、老子第1部第12章ですね、はい、こちらでございます。では読ませていただきます。はい、第12章、五色は人の目を飯にする、五音は人の耳をつんぼにする、五味は人の舌を麻痺させる、競馬と狩猟は人間の心を愚かにする、希少金属の所有欲が人間を犯罪に誘う、だから聖人は目のためではなくて格別に内面的に行為する、それゆえ聖人は目から離れ内面に近づく。これはなんとなく伝わってきますね、はい、はいはい、惑わされるなと。惑わされるなというか、うん、惑わされてるようですよね。今僕のことをディスりました今。いや、まあみんなですよ。あ、僕だけじゃない、聖人以外。ああ、なるほど、うん、そういうことですね、うん、で、なんか騙そうとする人はこういうのを使いますもんね。いい感じのことを言って、こういうのを美しいものね着飾ったり、あ、はい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 、俺金持ちなんだぜっていうのを SNS に上げてですね、うんうんうん、僕に近づきたいなら学校があります、うん、何十万払いなさい、うん、もしかしたらコラボもするかもよっていうわけじゃないですか、はいはいはい、そうすると私みたいな、うん、目にくらんだ人が、うん、目がくらんだ人が気をつけないといけないですね。では、ドリアン助川さんがこれに対してどうおっしゃっているか、うん、鮮やかな色は人の目を惑わせ、美しすぎる音は人の耳をダメにし、贅沢な料理は人の口を損ない、野での狩猟は人の心を狂わせ、手に入れにくい宝はその持ち主の行動をおかしくさせる、それゆえ聖人は内部の力を大事にし、目に見えるものにはとらわれない、表面的なものを捨て自身の内なる力を取るのである。まあこれは分かりやすいですね、うん、バカボンのパパ、はい、お姉さんが綺麗な服を着ているとわしの目はキョロキョロするのだ、はい、あんまり綺麗すぎる音楽が流れてくるとわしはうっとりして裸で踊りたくなるのだ、デパートの大食堂であれこれ食べすぎると何を食べているかわからなくなってくるのだ、野原でうなぎ犬を捕まえようとして追いかけっこをしていると興奮してきてあららのらーになるのだ、それから猫の卵など珍しいものを持ってしまうとそれをなくさないようにと思いすぎて普段のわしじゃなくなるのだ、だからどえらい人は心の中を満たしてやって目が欲しがるようなものは追いかけないのだ、見えているものは捨てて見えないものを取るのだ、これでいいのだと。今ちょっと今ドキューンときたのは、はい、普段のわしじゃなくなるってことですね、うん、なんかこういう何かにとらわれている時っていうのは、うんうん、普段の僕じゃない、うん、普段の皆さんじゃない、うん、でもなんか普段の自分が足りないんだとすると、はい、上に登っていく姿って美しいじゃないですか。それを美しいって思うからってことですよね。老子的にはじゃあ下にいるのは不格好なのかって話、低く色って言ってたじゃないですか確かに、はい、そっか、うん、これなんか優しく今なんか一瞬、うん、はい、普段のわしじゃなくなるっていうのを見て、うんうんうん、優しいと思った反面、うん、なんか成長しようとする姿を、うん、まあ、これちょっと西洋的ですよね。成長するポジティブになるのをいいってする、うんうん、ちょっと西洋的な側面なの か、 なんか成長も、はい、多分東洋でもあるとは思うんですよ。こっちに向かうのが成長の方向だって言ってるんですよね。上に行くんじゃなくて、あまあね、うん、そうなんでしょうね、うんうん、人間が成長、成人を目指せっていう話ですもんね。あ、老子的にはなんかね、うん、体調はね、うん、いいですね。何がですか。僕言ってることを言ってるだけなんで。そっかそっか、できてるとは言ってない。できてるとは言ってない、はい、まあ、この辺皆さんも、はい、何か響くところがあれば、うん、